ガンモドキはい、どうも、ネビルです。今日もバンティーやっていこう。さあ、9000万ダウンロード記念の第2弾が来ましたけれども、渋い、渋すぎるってこれ、渋いってよ、お前たち。懐かしいですね。皆さん、この日付見てください。6月の29日までとなっておりますね。ってことはですよ、9000万ダウンロード記念の第3弾は6月29日。さらにですね、このレジェンダリーガチャね、今来てるフェス限が終わるのも29日ということで、いやー、ますますこの6月29日というのが大注目な日になってきました。実はですね、個人的にめちゃくちゃ注目してるのがこの6月29日に出る、おそらくフェス限キャラですね。はい、これめちゃくちゃ注目していて、なんでかっていうと、まあ、僕大会に出るんですけれども、そこではレベル80の固定キャラで使わないといけないんですね。で、7月の22日が、その大会なんですけれども、対象キャラ、使える対象キャラが、その時までに出たキャラなんですよ。おそらく、フェス限が、これ最後に出るフェス限がこの6月29日なんですね。で、めちゃくちゃ強い可能性があるじゃないですか、それ。今の環境バランスガチャッとね、整えちゃうような、最強キャラの可能性がありますので、僕この6月29日は本当に本当に本当に大注目なわけでございますね。しかもさ、レベル80固定だから、ワンチャン全然超フェスとかよりね、強い可能性だって全然あるわけですよ。ということでね、あと何週間ぐらい？1週間ちょいか。1週間ちょいね、迫ったこの6月29日、もうマジで大注目ということで、みんなで一緒に注目していこうぜっていうやつね。で、その前にですね、この6月22日ね、はい、これなんか来そうだね。はい、22日におそらく、工場キャラが来ると思いますね。こちらも注目して参りましょう。ね、ちなみに渋いとは言ったんですけれども、僕これ、お蕎麦以外の、トレーボルとマルコはね、まだ100じゃないんですよね、レベルが。ちょっと一回引くか、ちょっとさ、最近のガチャめっちゃ渋かったんで、一回やらせて、これ。1000円はね、めっちゃでかいんですけど、もうね、なんかガチャ欲がすごいの。わかる？みんな、なんか最近さ、もう、ダイヤ貯めなきゃ貯めなきゃって、でもガチャ引きたくてしゃあないから、せめて、この、1000円で、1000円でなんかね、まあ、トレーボルか、マルコが来たら大当たりでございます。さあ、行きましょう。11回のうちね、提供割合としては 20% ということで、2人、当たる確率としては 40% あるんでね。はい、これはどっちか当たるでしょう。うん。半分近くの確率でね、当たりますからね。意外とここもね、もうな、もうさ、課金してここが金箱じゃない時が一番萎えるんよな。せめて32、OK。で、金引け、OK。赤引けか。まあ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 、いいでしょう。ここはあんま関係ないとして、マジで頼むよ。マルコかトレーボール来たらもう、最高。なんで、待って、モーガン3連発やめて。モーガン3連発は嫌な予感せれー。うえ、いきなり来たいきなり来たやったー、久々の神引きだ、狙い通りの神引きだ、やったやった、嬉しいよー。これ一体で終わりか。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。いやー、マルコ全然いいよ。85になりましたね。マルコ使っていきますか、今回ね。てか、これどういう状況？モーガン3体、ナミ3体、どういう状況なんこれ。いやー、素晴らしい、素晴らしい。ラッキーラッキー。マルコっちはね、本当に全く使ったことないんですけれども、なんかさ、移動がちょっとなんかゲッターにしては遅い気がしちゃうよね。だってなんか、マルコの速さ的になんか結構めちゃくちゃ速いイメージがあるから、なんか俊敏なね、はい、イメージがあるからかもしんないんですけれどもね。やっぱこのスキル2とかさ、もうキングに比べると遅そうってなっちゃうね。うん。キング使ってる人から遅そうってなっちゃうから、あそこ抜きたいな。うん、あそこ抜こうか。OK。どっちかはどっか行くでしょう、さすがに。どっちかは。はい、レイリーさん言ったね。オッケーオッケー。ワン、ツー、と、ワン、ツーで押し出しといて、あー、行き過ぎた、やりすぎた、やりすぎた。オッケーオッケー。うー、マチコーン！これがね、意外とこのスキルがいいんだよね。はい、この、スキル1。うん。これがね、なんのこっちゃないって感じかも。回避をしたー。今、回避をしたなに。オッケーオッケー。ちょうどいいところにお肉がありましたね。これは運も実力のうちと言っておく言ったものよ。はい。で、これ、オリンが、貯めた、こちらを、まざまざと抜いていきましょう。これね、見て、すごく早くない？これね、実は、50% 以上ゲージが溜まってたら、速度がめっちゃ上がるんですよ。はい。だからね、今 50% 以下になってからね、ちょっと遅くなったと思うんだけど、うん、めちゃくちゃ早いのよ、50% 以上だったら。だからこの環境に最適、マジで。で、今僕ダッシュ速度アップも、怖い、やめて、あー、来るかわー、あー、やっぱ来た。やめてよ、もう。めっちゃ減ったやん、もう、萎える。
なえる、マジで。もうブースト中のシャンクスマジやめてほしい。でもね、シャンクスにもまあまあ強くはいけるんだよね。KO とかできないんだけど、まあまあ強くはいけるんだよね。あんまり僕シャンクス使ってる時にマルコとやりたくないんですよね。耐久戦になっちゃうから、長くなっちゃうんだよね。はい、オッケー。これはカイドちゃん回復して。はい、オッケー。これが素晴らしいチームプレイ。回復、全回復ぐらいしたっしょ、今ね。オッケーオッケーオッケー。で、ここは一旦これでやっておいて、バチコンで、うわいしょやっといてからのここを、はい、これでやっぱいい。元の位置に戻るってのがめちゃくちゃいいよね。元の位置に戻るのが最高なんで、あのさ、ページワンみたいな、うえぇーバチコーンってやった後の、バチコーンみたいにね、もうバチコーンってやってるの大好き。はい、これは、この避けられる感じ本当に嫌い。もう避けてって言ってるようなもんスキルだからさ、これさ、はい。よいしょさあ、わあ、豊富なお胸。オッケーオッケー、待って待って待って。ちょっとこれはもう無理かな。これはちょっと一回やられて、後々のシャンクスに任せましょう。いや、よく頑張りました。うん。いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。こんな感じだよね、多分ね、うん、プレイ的には。だから、旗をとりあえず抜くっていうことだよね。もう旗守っちゃダメだよね。もうどん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 空いてる旗を取りに行くっていうね、立ち回りがいいと思いますけれども。おー、よしか、はい、これはいい感じだね。はい、これは行ったでしょ、これは行った、これは行った。で、あれも大丈夫でしょ。オーケー、ナイス、ナイス、味方さん。Thank you, thank you! この通常攻撃で移動するやつさ、本当にこっちの方が早いんかな。なんか、本当にこっちの方が早いみたいなキャラクターたまにいない？なんか、ほんまにこれ通常攻撃の方が早いんっていうね。はい、そのうちの一人ですけども。ごめんね、ルフィちゃん一人残して申し訳ないんだけど、僕は旗抜きに専念した方がいいんですよね。はい、そして、ウタちゃん回復させたいな。ウタじゃなかった山とか、はい、回復させて、で、オッケー、ナイスナイスナイス。で、こっち上に上がろっかな。ここはもうブルックちゃんに任せといて、上に上がりましょう。本当にさ、この通常これ早いかな、早いんだろうね。でもね、みんなやってるもんね、これでね。うわ、なんか手気持ち悪い。足か、足気持ち悪いこれ。さあ、これ抜きましょう。抜いていくんだけども、お、ゾロッチ、待って、あいつ気づいてねえぞ。あいつ気づいてねえんじゃね、あいつ、あいつボッとしてんじゃねえ、これ。オッケー、ナイス。で、まあまあしゃあない。で、これバチコ打って、よいしょ、オッケー。お、待って、オッケー、ナイス、ぶっ飛ばしたね、ぶっ飛ばせた。オッケー、これだ、最高じゃない。やばい、ブースト来ちゃう。あー、ブースト来たけど5番さんいない。6番さんか、6番さんいないのにブースト起こしちゃったな。みんな揃った状態でね、ブースト起こすのがいいですからね。そういう時はね、旗をこうね、抜くのをやめたりとかするのがいいと思いますよ。はい、ここ抜かせてください。いいね、これめちゃくちゃ抜いてるね。大丈夫です。あ、うー、これはしゃあないね、これはしゃあない。で、うたちゃん回復させよう。うたちゃん回復してもらおうか。はい、よいしょ、ふー、どうぞ、はい、どうぞ、はいはいはい、皆さん、あ、皆さんどうぞ回復して。あ、ブルックさん回復できなかった。ブルックちゃんが回復できなかったらまあいいや。オッケー、ナイス、ルフィありがとう。さあ、残り1分ということで、あ、危ない、あれはダメ、あいつは、あいつは良くない、あいつは良くないから、ちょっと上に行くね。上に行って、A 旗、何旗だろうね、あれちょっと抜きたいけど、ヤマティか、ちょっとブーストは待機しとこう。終わり際に避けといて、ブワーチコン。でもそうなるよね、うん、カウンター来るよな。オッケー、一旦これ避けといて、うん、ワン打っといてからの、こっちのスキルでバチコン打っといてからの、さあ、あそこ取るぞ、あそこ取るぞ、頑張れ頑張れ、雷鳴発揮耐えろ、雷鳴発揮耐えろ、耐えた耐えたけどダメだった。まあまあいいでしょう、これね、これ大丈夫、これ大丈夫。さあ、味方さんが下頑張ってくれてるんで、さあ、ここは、あ、ここは下、あそこ、あそこ守ればいけるかな。上、カイドウさん行ったよね。上、カイドウさん行ったんで、これ、どっちから、こっちから、こっちから、オッケーオッケー。で、で、で、バーチコやっといて、これ守ったらいける説。これ守ったらいける説。うん、あっち、あ、待って、うん、オッケー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 。うん、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 待って、待って、待って、やっといて、はい、はい、この旗の中にいるよ。旗の中にいるの大事ですよ。待って、あ、出るんだ、あ、待って、そっちヤマト、ヤマト、オープンー、ありがとう、サンキュー。チャンネル登録をすると今日一日で彼氏ができるよ、彼女も。